コ高音ン FC はタイのコケン圏県をホームタウンとするサッカークラブである。クラブのニックネームはティリックスである。これはホームタウンのコケン圏県地方が恐竜の化石発掘調査で有名なことに由来している。コンケイン FC とも表記される。2007年6月21日に設立され、ディビジョン1リーグに加入した。それ以前は、 プロビンシャルリーグに所属していた。2009年は勝ち点差3の4位に終わり、あと一歩のところでプレミアリーグ昇格を逃した。2010年は準優勝し、プレミアリーグ初昇格を果たした。しかし、2011年はプレミアリーグで最下位に終わり、1シーズンでディビジョン1リーグに降格した。2013年6月7日、コンサドーレ札幌により、 コーン FC とのクラブ間提携パートナーシップの調印式が行われたことが発表された。同年7月には、長坂隼と中原翔吾の2名のローン遺跡が発表された。2016年1月21日、コンサドーレ札幌に所属経験がある、三浦正幸のコーン FC 監督就任が発表された。ありがとうございます。